ちゃん、こうちゃん作業やめてさ、一回お姉ちゃんとお菓子食べない？うん。お姉ちゃんとお菓子食べよ。SSS のあらのあらのとヘシャイハーボノです。ということでですね、本日は、まあ、私たちダイソーとかドンキとかで行ったらめちゃめちゃお菓子買うんですよ。で、まあ、そのお菓子って本当に消費してんのとか、そのお菓子っていつ食べてんのっていう疑問が多いと思うので、本日はこちらのお菓子を深夜に爆買いしちゃう動画でございます。爆買い？爆食いだよ。ハボちゃんがこれドンキ？うん、ダイソー？でもドンキさんに入ってるよ、うん、まあ、ドンキとかダイソーでお菓子買ってきてくれたんで、え、何？どれがいいかな。このお菓子を今日食べていこうと思うんですけど、とりあえずサッカームーチョかな、うん、本当にこの時間に食べるのって罪悪感がすごいんです。でも食べちゃうよって、せっかくお菓子パーティーにするんで、なんかいっぱい食べたら、え、これ美味しそう。むしろ美味しい。じゃあ2つ食べちゃおう。じゃあ食べていこうと思います。今日は食べながらインスタでね、急遽なんですけど、うん、何でもいいから質問くださいっていう、お菓子パーティーもとするので質問くださいっていうのを言ったら、なんと嬉しいことにですね、たくさんのメッセージをいただいたんで、お悩み相談をですね受けながらお菓子で消費していこうのコーナーでございます。よろしくお願いします。指紋編集しながらやっていこうと思います。はい、最近ドーンがすごいんですよ。あともう最近自分で編集する動画はみんなからの質問をね、質問っていうか質問箱を使って動画をね作成することが多くって、ありがたいことにですね、今インスタグラム始めて2ヶ月目になるんですけども、フォロワーさんが6753人ということで、本当にびっくり。2ヶ月でこんなに行くんだっていう。で、あの今年までにね1万人目指していまして、あと2ヶ月で1万人目指してます。お願いします。ではちょっとじゃあ食べながら皆さんの質問を答えようと思います。モノシは基本的に編集するとき机の周りとりあえずシルクさんのこちらはコップ、あ、ごめん、許さない、ブラッソース。あとモンスターがありますけど、モンスターはもう飲まないかな。じゃあお菓子持ってサムネ取りたい。はい、サムネ。では早速やっていきましょう。お願いします。お願いします。まあ、今回ちょっとね、あの急遽だったんで10分ぐらいしかできなかったんですけど、ほのぼのさんからもね、なんかコメントいただけたりとかするんじゃないかなって思ってます。とりあえずスパムーチあげます。作業しながら食べたりするあんた。うん、する？チョコレートとかあったらさ、あいただきます。うん、うん、ふん。片揚げポテトとスーパームーチョは同一の1位だわ。2つがコラボしてくれたら嬉しいな。食べない。確かに。うん、ふん。 お箸持ってくるかと思った。確かに止まんない。そんなの喋れなくなっちゃう。では早速質問を答えていこうと思います。1問目、次やってみたい髪色、成人式まではこの色キープで。私はでもこの色気に入ってるからこの色のままでいいかな。一旦あなたすごいもんね。紫は入れたい。でもあ、そうなんだ。紫よかったね。次、何のお菓子食べてるんですか。今スパムーチョ、これ開けてみようよ。うん、甘じょっぱいがいいじゃん。これ初めて食べるかも。マジで言ってる、これ美味しいよ。どうだっけんのこれ。あ、ここにオープンされちゃった。美味しそう。なんかさ、いいね、パーティーみたいじゃん。あ、めっちゃ美味しそう。やばい、これ絶対美味しいんだけど。え、すごい、想定あるんだ。え、面白い。おい、おー、美味しそう。いただきます。やばい、これめっちゃ美味しい。ダイソー？うん、クリスプチョコだって。めっちゃ美味しい。これの、うん、ただのチョコレートバージョンもあるの。へー、あの、何、食べにくいバージョンじゃなくてフレーク、うん、にチョコがかかってるバージョン。あー、あるね。次、今スキピと会話中なの、話題なんかない。いいじゃん、スキピと電話だって。会話あか、会話中だってよ。ノエノンっていう YouTuber いるんだけど、面白くてダメ、そういうの嫌だ。嫌だって言われた。何話す。じゃあ、この時間に電話するんだ。ね、電話とか、この時間に電話しない、しないか。私、人と電話マジでしないんだよね。だよね。うん、電話っぽいかも。でも通話中ってことは電話でしょ。え、何、テレビ電話通話中。ババアみたいな。テレビ電話。え、急に変人になるみたいな。ああ、急に片言で喋り出すとか。急に、あ、確かにそこで一回10秒ぐらい止まって、うん、どうしたって言って、うん、ピョン、え、何ですか。始めますって。でもそこでちゃんとね、その相手のノリとかが分かるからね、うん、確かにいいじゃん。やっぱノリいい人がいいからね。確かに。次、大学受験不安すぎ、応援メッセージください。頑張って、大丈夫、頑張ってください。私も超不安だった。確かに今の時期、そののんちゃんでも大学に行けたんで。え。
結構努力したんですけど、今の時期あれだよね、なんかその推薦とか、あ、先輩すごい頑張ってる。やっぱそうだよね、そう、この時期だよね。あと1月だよね。まあ、受験ってわりかしそのちゃんと調べてみれば3回ぐらいできるから頑張って大丈夫。次、 JK のために用意した方がいいもの、今受験生です。だって JK のために用意した方がいいものだって、うん、何準備してた、あなた。私ピアスと色JK のために用意したものでしょ。ピアス開けたでしょ。髪の毛染めたでしょ。これちょっとイレギュラーです、うん、ちょっとこれはイレギュラー。でも個人的には友達を作るのがいいと思う。なんか他の友達とかはもうそこに合格しましたってなった時にインスタすぐ交換して、うん、入学前から仲良くなっとくみたいなのはやってる子いたから。でも今受験生だからまだ分かんないじゃん。そう高校に行くために行ってくるでしょ、うん、JK になるために何したらいいかでしょ。だから受験受かった時にやる。で受験の時は何してたかな、うち勉強もちろんしてたけど、なんかね、勉強の中でも夢中になれることを探した。見て振って。次、なんでそんな可愛いんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。次、好きな曲は、今のさ、今一番聴いてる曲はね。全然紹介できなくて草なんだけど大丈夫そう。全盲座かな。まあ言ってくよ。え、うん、使えるやつにして。ゴーサイン。うん、ゴーサイン。グッモーニングチュッチュッチュッ。12回目のラブ。じゃん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 。ピンチはきっとチャンス。なんかさ、私さ結構音楽ルーティーンにして聴いてることが多いんだけど、ともちゃんはないのそういうの。あるよ。いや、一番上の動画に、あ、かわいい、これライトのスターボーイチャンネルで、そのルーティーンにして聴くとしては、昼間はこのアルバムを聴くの。うんうん、バンタン、うん、バンタンじゃない、全然、まあ、最近ハマってるし、読み方わかんない、ちょっとバンタンっぽい、めっちゃいい、私結構グラムちょっと、まあ、あと作業中は最近はずっと鈴木まみこさん聴いてる。私すごいみんなにおすすめしたい曲ある。えらい、何、まあ、ちゃん自分の編集の時にカットしちゃったんだよその曲。なんか四角い地球は丸くするってやつ。へえ、ちょっと一瞬私の件聞かせて。ああ、かわいい声の人のやつね。まあそんな感じでございます。最近ハマってるお菓子とかありますか。私はポテトチップスが好きです。でも久しぶりにポテチ食べて、じゃがいもが強いポテチが好きだなって思った。わかる。セブンイレブンのポテチしかな。いや嘘、バター揚げポテトが一番。次、初めて買ったブランド品だって。 MCM。 あ、ビビアン。どっちが先だ。ビビアンじゃね。ビビアンか。私は初めて買ったブランドはマルジェラかな。自分のお金で買ったのはビビアン。ほんと、今恥ずかしいことにお姉ちゃんは、あ、嘘、まあヴィンテージだけど、あれルイ・ヴィトン自分で買ったわ。次、どうして YouTuber になったんですか。お姉ちゃんがやってたから。私は、私があの YouTube 始めた時に見てた YouTuber が YouTube を通して音楽やったりとか服作ったりとかしてて、あ、 YouTuber って動画作るだけじゃなくって音楽作ったりとか服作ったりとかいろんな活動できる人なんだと思って始めました。ちなみにその人の名前は、アサギイヌちゃんとか原点則じゃなくて草、はい、もうお風呂入った。まだまだです。見てください。最近顔メイクしてます。お風呂入るのめっちゃ遅い。マジでそう、3時とか4時とか。私はなんかもう最近ほんと良くないんだけど寝るんです。昨日寝てた、うち切れたもん。昨日どこで寝てた私。え、切れたの。え、マジで。あんたに対して、え、マジ？とりあえずまず自分編集の動画を撮りたくって。あ、そっか。で、なんか動画撮ってて、うん、で、自分ずっと待ってたのに、うん、なんか息してなくって、うん、えと思って、なんかうるさくなくなったと思って1時間くらい経って見に行ったら指控えて寝てて終わったの。で、ちょっと一回切れんじゃん。うん。で、おらればって言ったの。うん。で、もう何もなかったからうち2本撮ってお風呂入って出てきてなんか言わなかったら言わなかったら、なんか朝、うん、なんで腰がなかったのって言うかなと思ったから、うん、うちもんとのんちゃんに普通に、うん、お風呂沸いたけど、うん、入ればねえ起きてって言って、で、起きなかった、そのまま寝てた、うん、え、私一切ないわ記憶それ、うん、で、そう、あの撮影部屋で寝ちゃってて、で、パパがなんか途中で来て朝の4時ぐらいに部屋に入ってきて、うん、あんた寝さいって言われて、いや寝てるよ寝てるやつに年祭って言って、でもここに来たんだよね。で、そう、その照明とかもつきっぱなしで全ライトがついてたんだけど、もうお父さん、多分パパと会ってるもん。5時42分に眠くなっちったって書いてある。うん、何してんの、あんたそれ。そう、それ、あ、5時だったんだ。5時42分眠くなっちった。で、ちょっともう照明とか消しといたけど、一回ちょっとちゃんと布団出なさいって言われて
で、でも私その時お風呂まだ入ってなくて、うん、本当よくないメイクしたまま寝ちゃうっていうね。で、あ、やば、でもこれ絶対メイク落として寝なきゃいけない、お風呂入んなきゃいけないと思ったら父上がお風呂入っちゃって先に、うん、で、うわ、無理じゃんって思って寝て、で、今日全然学校あったんで朝風呂して入りました。本当罪悪感しかない。次、暇の時何してる？寝てる。わかる、私も寝てるわ。あんたは暇じゃなくても寝てるでしょ私のベッドの上でね。あ、でも暇な時は基本的に私ピアノで最近ずっと耳コピーしてるかも。ごめんね、うるさくていつも。うん。で、おすすめのコスメだって。ジルスチュアート。うん。あとミュアイスの新作のハイラテ今使ってんだけど、バカ漏れる。マジでそう。私もケミュアイスのハイライトを使ってるんだけど、バカ漏れる。何色？ベージュ？普通のやつ。私ベージュ使ってるんだけどさ、ベージュいいよね。バカ漏れるね。私はいいよ、自分の人生だからさ。そのところでさ、看板みたいにさ、こうやっちゃダメね。やったら、ん？やったらね。あー、もうこれが出てくる。これがちょっと私お金持っちゃったから。あれ、マジあのみちちゃん超好きなんだよねちょっとお金持っちゃって私、ちょっと聞いてほしいんだけど、みちちゃん大好きなんですね、私。みちちゃん今 Tinder の CM やってるじゃないですか。あの CM が本当に好きで、超可愛い。ちょっとそれの真似するね。自分を変えてくれるのは、自分より他人だと思います。愛は他人と、Tinder。もう私本当に可愛すぎて間違えて Tinder 入れそうになっちゃったから。ロールモデルは誰ですかって。TikTok で出てきた可愛い女の子か。あ、やっぱそうなんだ。自分この人っていう人はあんまいない。私はもう本当日によって変わるんですけど、今5人いて、おお1人じゃないの。あの本当にロールモデルは誰ですか。1人なんだけど、イリさんで、鈴木まみこさん、うん、で、ロールモデルって何か知ってる？え、ロールモデル自分が憧れてる人ってことじゃないの？まあ、あながち間違ってない。で、リカックスさん。もう5人いてって言ったけど、5人あげらんないのがどうしてかなって思ってるんですけど。自分誰だろう、ロールモデル。まあ、なんかそのクールな女性が大好きで、かっこいい女性が大好きです。真似したくなりますね。次、ラストにしようかな。お会いした時に2人よりだいぶ大人な私が話しかけても大丈夫ですか？もちろんです。もちろんです。それこそなんか街で見かけたら声かけてもいいですかって言われるんですけど、逆に声かけていただいた方がありがたいので、ぜひ声かけてください。盗撮だけは本当にやめて。盗撮やめろよ。いや、盗撮やめろ。そうだったら可愛く持ってください。ブサイクな。なおかつ盗撮ってめっちゃわかるんで、うちら全然ピースかまします。え、そう、逆にうちそう最近思ったんだよ。なんか盗撮されたらピースしちゃおうかなと思って。うん。ということで、本日は深夜のお菓子パーティー姉妹で開いちゃったよのコーナーでございました。また今度お菓子パーティーしてほしいと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もう寝なさいと思った人もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のノンマグでお会いしましょう。キャバイバイちゃん。Love you from the first time you call me lateLoved you for your whips and your wicked games、yeah. Always on my mind, always in my brain、yeah. With you this summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.